中村梅吉は日本の政治家、弁護士、第57代衆議院議長。長男は元衆議院議員の中村康氏東京吹田豊島郡へ練馬村出身。農家の次男に生まれる。1923年に法政大学を卒業後、三木武義法律事務所で弁護士修行を始めたのが政治に関わるきっかけとなる。1928年に 東京府会議員、1936年に立憲民政党から衆議院議員に初当選。以後通算当選12回。三木武義の直系として行動を共にする。1946年から1951年まで公職追放。国政復帰後の1953年、三木の盟友、鳩山一郎と吉田茂の対立が抜き差しならないものになり、 他の鳩山派のメンバーと共に自由党を離党。鳩山の復党後も、藩吉田、八人の侍として、三木、河野一郎らと、日本自由党を結成、政務調査会長となる。日本自由党は、その後自由党の鳩山派、岸派、海進党ともに、日本民主党を結成する。保守合同で自由民主党が結成された後は、河野一郎派、 中曽根康弘派の幹部として、重きをなし、温厚な人柄から閣内閣で、閣僚、党幹部に起用された。1956年、石橋内閣で、法務大臣として初入閣。1957年、第一次岸内閣で引き続き法務大臣。1959年、党政務調査会長。1960年、第二次池田内閣の建設大臣。 1964年、党総務会長。1965年、第一次佐藤第一次改造内閣で文部大臣に就任。他に、党国会対策委員長、党東京都連会長等も務めた。また、1967年に河野派が分裂して、中曽根派が結成された際には、野田武雄と共に長老として、花井優和に務めた。 1972年、田中角栄内閣時、衆議院議長に就任したが、1973年5月、特別国会が、会期延長の自民党単独採決などでもめ、野党の審議拒否に。事態打開のため与野党間に割って入った議長は、双方の妥協点を見つけ、議長としては、もう単独採決はしない。委員会もそうしないよう努力するという一冊を作って、 歩み寄らせ、ようやく月末の29日審議再開という線で、与野党合意が成立した。しかしその後の船田中元衆議院議長の序勲祝賀会の席上で国会の収集劇を説明しながら、野党から強行採決をするなと言われたが、慎重に処理すると言って誤魔化しておいたと発言。野党から与野党を取りまとめる立場の議長発言とは思えないと追求され、 辞任に追い込まれた。同年、第2次、田中閣営内閣第1次改造内閣で法務大臣を務めた後、1976年政界を引退。1983年11月に、君一等局10日東科大受賞を受賞した。1984年8月4日、脳梗塞により死去。83歳坊津。ありがとうございます。